シロップと混ぜた状態のベルリーナーバイセベルリーナー、バイセはドイツのベルリンで醸造されているビールのスタイル。ベルリンの白ビールの意味であり、日本語のカタカナ表記としてはベルリーナーバイセ、ベルリーナーバイセ、ベルリーナーバイスと表記されることもある。軽い酸味があり、住んでいないアルコール度数約3%の上面発酵のビールである。ベルリーナーバイセは、 大麦と小麦の両方のモルトを組み合わせて作るビールであり、色の形成を最小限にするためホップ乾燥所で極低温で保管する特徴を持つ。また、イーストと乳酸菌による発酵もベルリーナーバイセを特徴づける要素の一つである。シロップを混ぜて提供されるサイのカクテルのような鮮やかな色合いや飲む際にストローを使用する点もベルリーナーバイセの 特徴の一つである。19世紀後半までにベルリーナーバイセはベルリンで最も人気のあるアルコール飲料となり約50のビール醸造所がベルリーナーバイセを作っていた。しかし20世紀後半にはベルリンでベルリーナーバイセを作る醸造所はわずか2つとなった。ベルリーナーバイセは EU 内で原産地名症保護を受けておりベルリンで醸造されるビールのみが ベルリーナーバイセを名乗ることができる。アメリカ合衆国やカナダでは同様のスタイルのビールが醸造所で数多く販売されており、これらの醸造所はウアイスのラベルで販売を行っている。ベルリーナーバイセはドイツ北部で製造が盛んな白ビールの中のご当地ビールとでも言うべきものであり、その起源は少なくとも16世紀まで遡る。 多くのビールの専門家が、ベルリーナーバイセの起源を、ハンブルクで生産された詳細不明のビールに挙げている。16世紀の醸造事業者、コートブロイハンがこのビールを真似て、制作、発展させたと考えられている。ブロイハンのビール、ハルバーシュテッターブロイハンは、当時非常に人気のあった商品であり、1640年代に、ベルリンの医者、ヨハン・ジミスムント・エルスホルズにより、 ベルリンで醸造が行われた。他には、プロッツが挙げる説がある。この説によれば、フランドルからドイツ北部へと移住してきたユグノが、フランダースレッドエールとオードブラインから、ベルリーナーバイセの原型となるビールを作ったとされる。ドルンブッシュをはじめとするいくつかの出店では、ベルリーナーバイセが初めて醸造された年を1572年としている。フリードリヒビルヘルム一世は、 我々の気候に非常に合っているとして、プロイセン内での製造拡大を奨励し、彼の息子フリードリヒ2世には醸造の訓練をさせた。また、1809年にナポレオンの軍隊がベルリーナーバイセに北のシャンパンという名前をつけた逸話がよく知られている。ベルリーナーバイセのアルコール度数は平均約3%であるものの、その度数は店によりまちまちである。伝統的には、 3月に作るビールは、アルコール度数が高く、夏季を超えた熟成が許可されている。また、ベルリーナーバイセを入れた瓶を砂中もしくは温かい、途中に埋めることもあると報告されている。ラズベリーシロップを加えて作るベルリーナーバイセ、現代の製造方法では、一般に割合にして25から50%の小麦を用いる。また、二次発酵の際には、瓶内で発酵。 もしくは、乳酸菌を加えて発酵させる。19世紀前半の記録によれば、ベルリーナーバイセは小麦後に、大麦1の割合で醸造し、二次発酵もしくは、乳酸菌を加えることで酸味を増したものを飲んだと、される。ベルリーナーバイセの生産は19世紀に最盛期を迎え、当時ベルリンで、最も人気のある、アルコール飲料となり、700のビール醸造所が、 ベルリーナーバイセを生産していた。しかし、20世紀末には、ベルリン市内には、わずか2つの醸造所のみが、ベルリーナーバイセを生産する状況となり、ドイツ国内でも手で数えられるほど少数となっている。ベルリン市内に残る2つの醸造所、ベルリーナー・キンドルとシュルタイスは現代ではどちらも、エトカーグループが保有しており、ベルリンで生産されている。 わずか二つのブランドの一つがベルリーナー・キンドル・バイセである。ドイツ国外ではアメリカ合衆国テキサス州のヒューストンにあるセント・アーノルド醸造所がボイラールームという名前のベルリーナー・バイセを生産している。カリフォルニア州のビュールトンにあるファイアストーン・ウォーカー・バレルワークスがブレッタ・アイスを生産している。このビールはフレンチオークの樽の中で 約8ヶ月間二次発酵を行っている。カリフォルニア州のプラセンティアにあるザ・ブルーリーは、ホッケンロースと呼ばれるベルリーナーバイセスタイルのビールを生産している。ジョージア州はセンズにある、クリーチャー・コンフォーツ・ブリューイング・ CO も、またアセナと呼ばれるベルリーナーバイセを生産している。ベルリーナーバイセは通常ラズベリーなどの味や、香り付けのシロップや人工甘味料を入れ、 おあんかたをしたグラスで提供されることが多い。酸味調整のため、ベルリーナーバイセには、ペールラガーのような他のビールを加えることもある。ありがとうございます。